お一発だ。おすごい。でもやっぱ黒なんだな。やっぱ大人のイメージ黒なんだね。そうですね。あれ桜坂46のジェシカリンです。外番組外番組って言うか、外番組っぽい感じとか、ロングスカートっていうのが結構大人の女性が着てるイメージだったので、それを選びました。イメージはすごいカリンっぽい。ありがとうございます。ちなみに今日のロケは、いつもさ、そこさくのスタジオでね、告知用とかのこうスチール撮ってくださってるカメラマンさんいらっしゃるじゃないですか、はい、なんと今日一緒に来てくださって、本当にせっかくなんでなんかいい写真撮ってもらいましょう、記念に。撮ってもらいたい、せっかくなんで、はい、ということで大人の女性をテーマに一人ずつ写真を撮っていただくことに。まずは藤吉が挑戦。いいよ。あ、綺麗綺麗綺麗ね。ちょっと上向いてみようか。いい、あ、いい、めっちゃ本当に。ちょっと待ってくださいね。頭触ってみようか。うるせえ、周りがうるせえんだな。周りがつまらない。かわいい。振り返りとか、大人って振り返るイメージ。大人って振り返る。振り返ってもらって。分かった。デートの待ち合わせ。そうそうそう。いいよ。カリン、お待たせ。子供のはしゃぎ方なんだ。待ってないよって言ってみよう。待ってないよ。あ、まだ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 。カリン、待った？待ってないよ。もうちょっとセクシーにいけたりしますか？待ってないよって。カリン、待った？待ってないよ。セクシーこれ。乗ってきたガヤ3人は用意していた小道具を使ってみることに。いっぱいある。ね、もっと他に。あ、大人といえばね。大人といえば。やっぱね。これかっこいいじゃん。かっこいい。やばい、敵が来たぞ。来たぞ。敵が来たぞ。きっとマイターンって言ってみよう。きっとマイターン。ふうふうしよう、ふう。リロード、そこ下をね、ガチャンってするの。すごいな。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん、これかっけえな、ピストルやっぱ。これに決定だね。